英語学習の時間がやってまいりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。偉大な先人の言葉で英語力そして人間力を高めていきましょう。経営の父と言われた松下幸之助さんが残してくれた言葉で英語力そして人間力アップしていきたいと思います。まず日本語で、今回はですねタイトル人間だけがというメッセージに込められた思い理解していきたいと思います。日本語で音読をしながらこのタイトル人間だけがに込められたメッセージしっかりとまずは理解していきましょう。次に2番目、その日本語を英訳したものを使いながらどんな単語表現が使われているのか、そしてしっかりと音読をしながら日本人が苦手と言われている英語を話す練習をしてスピーキング力どんどん上げていきたいと思います。3番目は英語のリスニングでしっかりとこのメッセージに込められた内容を理解できるのか、出てきた単語表現、学習した単語表現、文法などなど英語のリスニングでしっかりと理解できるのか復習やっていきましょう。何かと閉塞感が漂う日本ですけれども、偉大な先人の言葉、私たちに元気をくれたり気づきをくれたり勇気をくれたり、そういう効果があると思いますので、松下幸之助さんのメッセージ使いながら英語力と人間力一緒に上げていきましょう。英研究家事チャンネルいいなと思ったらチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは早速見ていきましょう。 Let's get it started。 今画面の左側には日本語、右側には英語が映っています。ではまず左ですね、人間だけがというタイトルのこの文章ですね、一緒に声の出せる視聴者の方は声に出しながら音読をして、まずは日本語で内容を理解してみましょう。次に右側の英語、 Google の音声機能を使って全体聞いてみたいと思います。全体をですねしっかりと集中しながら聞いてどんな単語表現が使われているのかチェックしていきましょう。そしてその後にこの部分ですね、一緒に英語を声に出して英語を話す練習をしてスピーキング力アップ、そして使われている単語表現文法を理解しながらしっかりと英語力そして人間力を上げていきたいと思います。それではまず一緒にこの左側の日本語、人間だけがというタイトルの文章音読をして理解していきましょう。人間だけが、この世の中、見方によっては全て人と人との約束の上に成り立っていると言ってもよい。友人との待ち合わせの時間の約束から金銭物品の貸借の約束、さらには社則や国家の法律というものも、お互いの生活を秩序立て円滑にするための一つの大事な約束事であると言ってもよい。約束、お互いの信用の上に花開く。だからこれらの約束を守るか守らないかは人間の精神の高まりを示す一つのバロメーターであって、道義とか道徳というものもこうしたところにその生活の成果の遺憾を表してくる。自分に都合が悪くなったからといって平気で約束を破るというのは、これはまさに動物の世界。人間だけがお互いに交わした約束は、これをきちんと守るという天与の高い精神の働きを持っているのである。もしもこの精神が力弱くなったら、その影響は社会生活のあらゆる面に、物心物心ともの大きなマイナスとなって現れてくる。単に待ち合わせの時間を無駄にするというようなことだけではことは済まないであろう。お互いに約束は守りたいということですね。さあ、視聴者の皆さんはこの人間だけがというメッセージ、タイトルに込められたメッセージ、どういうことを受けましたでしょうか。約束は本当にしっかりと、小さなこともですね守らなければならない。そしてどうしても守れないんであればですね、事前にこういう理由で守れませんと素直にですね、誠意を持って、約束の変更を依頼するとかですね、少し遅れるなど連絡するなどなどですね、本当に人間と人間の関わり合い、約束で成り立っていると言ってもいいではないでしょうか。そして動物は、約束は守らないと思いますけれども、私たち人間は動物、動物と話すこともできないので、動物には動物界の約束があるかもしれませんが、人間はですね、言葉というものを交わして約束ができる。その交わして約束は守らなければならない。それが道義とか道徳、そして人間の精神の高まりを
示すバロメーターということですね。さあ、視聴者の皆さんはどうでしょうか。しっかりと約束守ってますでしょうか。さあ、では、この左側の英語、日本語ですね。右側の英語に訳したものを一度 Google 自動音声を使って聞いてみましょう。聞きながらどんな単語や表現が使われているのか、概要を捉えていきたいと思います。では、英語を聞いてみましょう。Only humans depending on how you look at it, everything in this world is built on promises between people. From promises to meet up with friends, to promises to lend or borrow money. And even company rules and national laws, these are important promises that make our lives orderly and smooth. Promises flourish on mutual trust. Therefore, whether or not we keep these promises is a barometer of the height of the human spirit.And morality and ethics also show their results in this way. Breaking a promise just because it is inconvenient for you is exactly like the animal world. Only humans have the innate ability to keep promises that they make to each other. If this spirit weakens, the impact will be felt in all aspects of social life, both materially and mentally, with major negative effects. It will not end with simply wasting time to meet up.We want to keep our promises to each other. さあ、いかがだったでしょうか。英語一度聞いてみましたけれども、出てきた単語や表現、知っているものでしたでしょうか。さあ、それでは次は部分部分ですね。英語をしっかりと私たちも声に出して、英語を話すことに慣れて、日本人が苦手と言われているスピーキングアップの練習をしつつ、さらに詳細、どんな単語や表現、どんな文法が使われているのか、日本語とも照らし合わせて単語もしっかり覚えながらですね、学習していきたいと思います。ではこの depending on からですね、smooth 見ていきたいと思います。depending on how you look at it ですね、how、どのようにあなたがそれを見るかに depending on よってですね、depending on everything in this world この世界にあるすべてのものが is built on promise between people 人々の間の promise 約束によって built on ですね、B プラス過去分詞で何々されていると。この世界にあるすべてのものが built on promise。約束の上に built、成り立っている。ということですね。From promises to meet up with friends。meet up with で会うですね。友達と会うという約束から to promise to lend or borrow money。lend、貸すですね。borrow、借りる。money、お金を貸し借りする約束まで。even company rules。社則ですね。会社の決まり事。And national laws. 国の法律。They are important promise. Important promise. 重要な、重大な約束がある。That makes our lives orderly and smooth. ということで、そういった約束があって、ですね。重要な約束があって、私たちの lives、生活というものが orderly。規則的、秩序立てられていて、smooth。円滑に、なっているのではないかということです。それではもう一度この depending からですね、smooth 一緒に今度は通しでですね、英語をネイティブスピーカーになりきってしっかりと英語を話していきましょう。Depending on how you look at it, everything in this world is built on promises between people. From promises to meet up with friends, to promises to lend or borrow money, and even company rules and national laws.They are important promises that make our lives orderly and smooth. さあどうでしょうか。しっかりと英語を声に出して英語を話す練習していきましょう。では次はこの部分ですね。見ていきましょう。Promises flourish on mutual trust. Therefore, whether or not we keep these promises is the barometer of the height of the human spirit. And morality and ethics also show their results in this way.ですね。Promises 約束事というのは Flourish というのは花などが開くというんですね。On mutual trust それぞれの信頼の on 上に Flourish 花開くものだ。Therefore それゆえですね。Therefore Whether or not 何々かどうか We keep these promises その自分たちが作った約束した約束を keep 守るか Whether or not どうかということがここまでが主要ですね。がBarometer of the height of the human spirit. Human spirit. 人間の精神の height. 高まりのバロメーターですね。
バロメーター。そして、モラリティ、道義、道徳ですね。モラリティ and エセックス。エセックス、倫理ですね。倫理観の倫理とかですね。モラリティ、道徳。also show. そういうものがまたですね。also また show the results in this way.この結果、この方法の結果というのは約束を守るか守らないか、その結果に現れてくるということですね。では、promises からですね、in this way まで一緒に投資で声を出して、スピーキング力アップしていきましょう。promises flourish on mutual trust. Therefore, whether or not we keep these promises is a barometer of the height of the human spirit, and morality and ethics also show the results in this way.さあどうでしょうか。皆さんもしっかり英語を声に出してですね、とにかくたくさん話してスピーキング力を上げていきましょう。では次、ここ見ていきたいと思います。Breaking a promise just because it is inconvenient for you is exactly like the animal world. ですね。Breaking a promise で約束を破るですね。Just because ただ何々だから。It is convenient for you. Inconvenient ですね。Inconvenient.For you. あなたにとって inconvenient 不都合だからというただの理由で breaking a promise 約束を破るというのは exactly like the animal world まさに動物の世界の like ようであるということですね。 Only humans have the innate ability to keep promises that they make to each other ということで Only humans ここで人間だけがタイトル出てきますけども、人間だけがですね、each other お互いに交わして約束を、交わして約束。これを keep promise、守るですね、約束を守るという innate ability。ability というのは能力ですね。innate、これチェックしておきましょう。innate ability、生まれながらの ability、能力。ね、innate ability. Innate ability. しっかりと声に出して覚えておきましょう。Innate. 生まれながらの ability. 能力ですね。Innate ability. Innate ability.、人間だけが have the innate ability. 生まれながらに持ったそのお互いに交わして約束を keep promise. 守るという能力を持っているということですね。ではこの breaking promise からですね each other までこの部分一緒に声を出して speaking 力一緒に高めていきましょう。 breaking a promise just because it is inconvenient for you is exactly like the animal world. Only humans have the innate ability to keep promises that they make to each other. ですね。さあでは最後の部分ですね。ではここを見ていきましょう。 if this spirit weakens,The impact will be felt in all aspects of social life. ですね。もし、この精神というものが weakens, 弱まれば、約束を守るというその高い精神が弱まったら、the impact, このインパクト、影響、衝撃というものは、will be felt in all aspects of social life. 私たちが住んでいる social life, この社会の生活の all aspects ですね。あらゆる面、aspects というのは面とかですね。そういう意味があります。All aspects, 全ての面において will be felt, 受け身になって感じられるだろうということですね。Both mentally and mentally. Materially and mentally ですね。Materially というのは物、mentally というのは心ですから、物心ですね。ここに、この英訳ですけれども、materially、物、そして mentally、心、両方で大きく感じられるだろう。With major negative impacts ですね。ネガティブというのはマイナス、マイナスの効果、大きなマイナスの効果とともに、メンタル、心、メンタリー、マテリアリー、もの、両方で私たちの大きな生活の側面ですね。すべての面において影響を感じてくることになってしまうだろう。It will not end with simply wasting time to meet up. ということで、それは単に友達と待ち合わせしてこない。だから、wasting time. ずっと待ってる間に wasting time. 時間を waste. 無駄にするという単純なことで not end. 終わらないだろうと。We want to keep our promise to each other. そして最後にですね、お互いに交わしたその promise, 約束というものを私たちはしっかりと keep. Keep promise ですね。守っていきたいということです。それでは、if からですね、each other まで、ここも通しで英語を話して speaking 力アップしていきましょう。
If this spirit weakens, the impact will be felt in all aspects of social life, both materially and mentally, with major negative effects. It will not end with simply wasting time to meet up. We want to keep our promises to each other. ですね。さあどうでしょうか。英語しっかりとですね、細かい単語表現、文法、そして声に出しながら、スピーキング力アップしながら、この松下幸之助さんが残してくれた人間だけがというタイトルの文章を使って、英語力と、そして人間力を上げれたんではないでしょうか。さあ、では3番目ですね、総まとめやっていきましょう。本当に動物の世界、どういう約束があるのかないのかわかりませんけど、人間というものはですね、友達と待ち合わせの時間から、そしてお金の貸し借りからですね、約束、いろんな約束していますけれども、本当にその約束の上に人間社会というものが成り立っていて、その約束を一人一人がしっかりと守ることによって、私たちが住んでいるこの社会が円滑に、効果的に今動いているということですね。その約束を守れなくなると人間社会がおかしくなるし、私たち一人一人の崇高なこの精神ですね、道義とか、倫理とかそういうものにも関わってくるというこんなメッセージだったんではないでしょうか。さあでは次はですね、3番目、英語のリスニングをもう一度行って学習した単語表現、そして松下幸之助さんが私たちに残してくれたこのタイトル、人間だけがに込められたメッセージをしっかりと英語で聞き取って、英語力とそして人間力を上げていきましょう。 Let's try to understand every deep meaning of this message given to us by 幸之助松下 only by listening English. Let's try it. さあでは右側の英語もう一度聞いてみましょう。読まれているところこのようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。では行ってみましょう。 Let's check this outOnly humans depending on how you look at it. Everything in this world is built on promises between people. From promises to meet up with friends, to promises to lend or borrow money. And even company rules and national laws, these are important promises that make our lives orderly and smooth. Promises flourish on mutual trust. Therefore,Whether or not we keep these promises is a barometer of the height of the human spirit, and morality and ethics also show their results in this way. Breaking a promise just because it is inconvenient for you is exactly like the animal world. Only humans have the innate ability to keep promises that they make to each other. If this spirit weakens,The impact will be felt in all aspects of social life, both materially and mentally, with major negative effects. It will not end with simply wasting time to meet up. We want to keep our promises to each other. さあ、いかがだったでしょうか。最後、総まとめということで、英語を聞いてみましたけれども、学習した単語表現、そして人間だけがに込められたですね、松下幸之助さんのメッセージ、英語でしっかりと理解できましたでしょうか。偉大な先人の言葉というのはですね、気づき、そして気づきなんかをしっかりと与えてくれますので、この文章を私も学習してですね、日々、一応というか約束を守ることは心がけていますけども、さらにですね、小さなことでも一つ一つの約束をしっかりと守っていく。どうしても守れないときは事前に相手に伝えるということで、この社会が円滑に回っていくし、まあ、自分の道徳心とかですね、倫理観、そういうのものも人間としてアップしていけるんではないでしょうか。小さなことからコツコツとではないですけど、本当に小さな約束からですね、しっかりと守っていくということが、非常に大切かなと私は思いました。視聴者の皆さんは今回どんな単語表現と出会い、そしてこのメッセージからどんなことを感じ、どんなことを思いましたでしょうか。平均休暇チャンネル、こんな感じで偉大な先人の言葉で英語力と人間力アップ、他にも最新のニュースで英語力と情報力アップ、そんな動画配信していますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、コメントなんかもよろしくお願いいたします。一緒に英語力とそして人間力、情報力上げていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies, expressions as well as very inspiring and important message
from Konosuke Matsushita to us. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.